僕バキバキ童貞ですね。バキバキ童貞ですね。どうも、バキドコと軍平でございます。バキドコの家族の話、最新版。僕結構家族の話をですね、たくさん YouTube でしてるんですけど、はい、まあ、結構家族の話面白いんで聞いてくださいよみたいな、うん、で、まあ僕はもう家族実家で、父母僕僕の弟4人で、うん、あとカーボってやつで5人で住んでるんですけどももう気になっちゃう。5人で、まあ、まあ変わった家族なんですよね、うん、で例えばまあ本当に些細なあれで言うと、まあ、山口家なんですけど、はい、山口ですから、あ、僕のことをグッチって呼ぶグッチはどうするって名字由来のあだ名で僕のことを呼ぶっていう全員グッチなんですけどね。まあ、こういうのがあって、で、まあ、いろんな話をしたんですけども、実は今年帰ったんですよ。7年ぶりぐらいに実家に帰省をしまして、うん、で7年ぶりですよ。で、まあ、正直な話、バキ童ってのを、まあ、おふくろは知ってましたけれども、うん、まあ、親父とかはもう知らなかったんですよね、うん、僕の親父ってのはものすごい、まあ、凶暴の親父ですから、まあ、昭和の頑固親父で、まあ、茶舞台解散で本当にやるぐらいの、まあ、僕のことは金属バットで頭殴っちゃうみたいなそう、スーパーお父さんだったので、まあ、だったので、まあ、芸人なんて許さんぞっていうね、まあ、許さんぞの前に、やっぱその、ありえないそんなのはっていう、うん。だから僕らも芸人になってるなんて言わないでおこう、バキ童なんてなおのことと思って言えなかったんですけれども、はい、まあ、ドラマが、あったんでね、大統領選挙ドラマもあったんで、もうお袋が限界だと、お父さんに隠すのも限界で、もし万が一お父さんがドラマ見て偶然見た時に、騙したん隠したんかってなったらダメだから、もう行ってちょうだいってことで、じゃあもう実家に帰って説明するかってことで、まあ家に帰るっていう。で、実家に帰ったんですけど、その、まあ普通に、出迎えてくれて、7年ぶり、ちょっとなんか、実家もちょっと、なんかちょっと、古ぼけた感じというか、あ、こんな感じだったか、実家ちっちゃかったかな、みたいな感じになりながら、で、まあ、飯でも食えなって言われて、ね、僕はまあ、おやじとか僕のこと会社員だと思ってるんで、まだ、会社どうだ、なんつって、あ、まあ、それはええ、なんつって。で、この後予定どうだって言われて、その、結構帰ったのが夜だったんですけど、その、この後、いや、もう今日も寝ようかな、なんて思うけど、あ、そうか、なんつって。ん?と思って。まあ、僕、うちんちに、ホワイトボードがあって、予定が書いてあるんですけど、うん、その予定に、なんか、まあ、親父が書いたんだと思うんですけど、うん、夜8時半、みたいな、墓を見ようって書いてあって。どういうこと?ああ、よかったらこの後墓見に行かないか、なんつって。親父が、墓を建てたんだ、俺、なんつって。あお前もいつかね、お前もいつか入る墓だから、うん、見ようなんつって。うん、今からなんつって。いや、夜はちょっと、ね、もう、おふくろも、いや、もう寝なさい、もうね、今から大変だから、明日朝にしましょうなんて、いやー、これから行こうなんて、ね。うん、まあでもなんとか断って、じゃあ、まあ、翌日、まず墓参りに。うん、まあ、墓参りです。でもまあ、その、ワクチケの墓があるだけなんですけど。そうですね、まだ誰も入ってない。誰も入ってない。ね、うん、で、墓見に行ったんですけど、うん、その、墓を、まあ、山口家の墓、あれだよなって見せてもらって、はい、びっくりしたんですけど、はい、なんか親父の手違いで、はい、その墓が真っピンクの。墓に、その、真っピンクの、その、に山口家とか。そうですね、その、何これみたいな。いや、じゃあ、ちょっとこれな、みたいな。お前の代で立て直してくれ。何かの手違いで、まあその岩塩の、あれピンクソルトみたいな、はいはい、あの感じの墓。うん、あれでもお袋はもう、いや、私は言ってた、みたいな。この後墓ピンクになるよ、って。そういうことで聞かんかった、この人。ピンクになるよ、ピンクになるよ、って言ったら、ほらピンクなって。立て直してくれ。まず墓をピンクっていうのがあって。で、僕は本当まあ親父に対してやっぱね、まあ、好きか嫌いかで言われたら、まあ、正直嫌いよりというか、うん、やっぱね、ものすごく激しい手を挙げられてきましたし、殴られてきましたし、嫌なこともいっぱいあったんで、いつか、うん、まあ、親父に関しては、本当復讐してやるぜ、みたいな気持ちもちょっとあるんですけど、うん、それをまあでも、
そのピンクの墓を見て、はい、そのこいつピンクの墓に入んのかなんかもういいか怒りの気持ちも消えるというか、ね、やっぱ生きてる時より死んで墓に入ってる方が長いですから、あそう、ね、人間というものはね、基本的には、うん、親父はもうこれから英語ピンクの墓に入ってね、笑われるわけですから、はい、そうそうそう。で、まあそのまた一回家に帰って、うん、で、まあ親父に言わなきゃいけないと、うん、まあ実はね、会社員やってるって言っちゃうけど、実はもう遠の昔に辞めていて、で、うん、芸人をやっていてって話はしなきゃいけないなと思って、うん、親父ってのは本当に、まあその血と骨に出てくるようなヤバい親父、暴力親父なんだけれどもその一方でものすごくそのまあ学歴中なんですよね。実は親父自体は高卒なんだけれども、はい、だからこそ他の人を学歴で見ちゃうみたいな、うん、あいつは大したで大学行っとらんなみたいな、うん、プラス、まあいい大学に入って、うん、いい会社に入って大企業に入って、うん、で、勤め上げて結婚する、うん、だけが正義で、うん、それ以外はかなり軽蔑する、うん、僕の親族にそれこそまあ会社に正社員になるなんかいい、いい親戚のおじさんがいるんですけど、うん、のことをもう本当にこき下ろしてるんですよね。もうあんなんだとダメだぞ、お前。あんなお前、いい年して、みたいな。が、まあ嫌な親父に、実はあんたの息子もそうなんですよっていうのはやっぱなかなか、怖いね。そうそうそう。でも、やっぱ僕の親父ってその、まあ僕と僕の弟そらね、はい、そらしてやっぱ、もともと前の動画でも話したんですけど、うん、親父は、うん、その僕のことはめっちゃぶん殴ってたんですけど、うん、弟のことは全然殴んなかったんですよ、うん、それはお袋が、もう弟のことは殴らないであげてよ、かわいそうだからって言ったら親父が、うん、俺は教育でやってんのにさ、あじゃあ分かった、じゃあ俺は兄、まあ軍ピーの方を俺が育てる、うん、俺が好きなように育てる、うん、弟は一切手を出さない、うん、どっちがうまく育つか勝負だそうじゃないだから僕は親父の直属を、弟はおふくろの直属を育って、まあ弟はね、あの前回も言いましたけど、まあ完全に引きこもっているっていうね、うん、状態であったので、まあ基本的には親父は、まあ勝ったと思ってる。うん、僕が会社員になって勤め上げて、はいはい、弟には良くなってるだろうってことで、うん、勝った。うん、自分が正しい。っていうのを、まあ、ひっくり返してやりたいと。いや、残念。お前の、育てたやつ、バキバキ童貞ですやってやろうと思って、よし、やってやろうと思って、親父ちょっといいかな、つって、うん、なんだなんだ、ね、あるたまって。いや、実は、なんて言えばいいか分かんなくて、顔見は。言い始めがね。もう俺ももう下手くそだったんだけど、うんまあ、全部、バーって言っちゃったのね。ほう。実は俺会社勤めてるって言ったんだけど、で、会社実は辞めてて、で、会社辞めて、実は芸人なんだよ。で、芸人で、街頭インタビューで、まあそのインタビューで答えて、で、バキドーみたいな感じでバズって、で、そのバズったのが YouTube で、ネットのおもちゃみたいになって、YouTube が伸びて、で、そしたら、ドラマが決まって、桜井翔さんのドラマに、その、バキドーって俺が出て、みたいな。俳優みたいなこともやってんだよね。で、親父が、ほんとポカンと。そう、親父はもう74、5、はい、ね、年齢としては、うん、YouTube もほぼ見ない、うん。ネットも知らないんで、うん、何にもわかんない。うん、いいですよね、うん。で、とりあえずもう情報だけは、ああ、みたいな。で、なんか怒られるかなと思ったんですけど、親父もわかんないから、ああ、そうか。あ、ま、とりあえず、人に愛される、謙虚な人になるよな。どっか行っちゃって、どっか行っちゃって。わかんなすぎて。結局、あ、本当にあっけなかったっすね。親父は。ああ、もう何も分かってない、僕のこと。はいはいはい。ま、どうやら、俳優らしいってことは分かったね。ああ、そうですね。そこだけ分かりやすかった。そう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 。で、ちょうど代弁選挙の、最終話の、はい、がある週に僕が帰って帰省したので、うん、それを親父が見て10話何回も見て、うん、ああこれがなんつって、うん、そう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 で、もうすぐ親父はもう親戚中に自慢して私の息子はね俳優ですよ俳優なんつってで、まあバキドーってことは分かってない、うん、おそらく、はい、その親父は前も言ったかな、僕のことモテてると思ってる
おい、ひろき、お前、否認はしろよ。俺も一応童貞という意味では、否認はしてるから。否認してるよ。みたいなことが来た。なんで、その、バッキドーってのはあんまピンと来てない。わかんないけど、うん、とりあえず俳優。芸能活動はとりあえずやってる。いや、そう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 。で、親戚にうちの息子俳優でしてなんてね。うん、で、親戚一同はもう僕はバッキドーってこと知ってるから。クソクソそれ笑って。そうそう裸のおばさんみたいになりながら、うん。で、まあ、ありがたいもんで。で、まあ、親父とは、もうその後、お前じゃ俳優ならお前また体絞らんとダメだぞ、みたいな。お前太っとんだ、みたいな。もうもっと痩せないから、テレビに出るとでも痩せろって話。まあ確かに僕はね、うん、7年前から比べたら2、30キロ太ってますわ。いや、痩せようと思ってんだよ、みたいな、うん。親父が、おっつって親父がまず、自分のズボンをスッと下げて、はい、俺のズボンもスッと下げて、はい、おしっこするときチンチン見えるか見えんだろ、お前ほら、見てみろつって。確かに僕はおしっこするとき、お腹で見えないんですよ、チンチン。はいはい、お腹が。お腹が大きくてチンチンがちっちゃいから見えないんだけど、はい、ほら見えるか見えるやろっつってグッと押さえて見えるやろで親父はわしは見えるったいみたいな、わしは見えるからよっつってそのそのわざわざチンチンを出してくるっていうさすが俺の親父というかみたいな感じで、あ、じゃあ痩せるよなんつって、うん、でもう親父はもう鼻高々で、うん。うん。いやー、ありがたいもんで。その後、東京で単独ライブがあったんですけど、うん、東京の単独ライブに親父が、うん、まあ、お袋が行かない東京になんつって、うん。で、親父ってのももう本当に東京嫌いというか。おー、嫌いなの？うん、嫌いというか、まあ、なんか、行ったことがほぼない。うん、東京に来た時に、まあ、東京なんかよく来て来るよ、なんて言うけど、うん、お袋が聞いたら、あれ40年ぶりよ。みたいな。ああ、東京ここ前も来たわ、なんて思って。いざ40年ぶりで何も全部変わり変わってて。みたいな。が、まあ、単独ライブで僕がネタをやるのを見て、うん、で、まあ、単独ライブ、うん、ね、ドーンと受けて、うん。で、そしたらもう、親父がもう嬉しく、うん、まあ僕はもう話として嬉しかったのはもうおふくろが、うん、まあ拍手をする。みんなね、うん、ネタ終わった後拍手するけど、うん、お父さんが一番最後までやしたよ、みたいな。拍手はーって、みたいな。親父が分かるようなネタはやってないけどな、思いながら。で、でもまあ、その、終わった後に、その、なんか僕はもうその後ツイッターとかで知ったんですけど、うん、その、親父の横にいた席の人とかに、はい、私にあの、軍ピーの親父なんですよ。軍ピーの親父、揃えてあげました。みたいな。もう見渡すか、見境なくいろんな人に、もう自慢して、はいはい。で、最終的に帰りの電車でも横の人に、軍ピーの親父です。その人はもう、ライブ見てないかもしれない。いや、そうそうそう。単独ライブだと、うわーってなるから、はいはい、軍ピーさんの親父ですかって、あの動画で見たらやばい親父だ。って観客がわかるから。そうなんですよ。俳優の親父でそのズレもありながら、はい、で、まあ僕はそれをまあ面白いなと思って単独ライブを2日間やったんですけど、うん、親父はありがたいことに初日も2日も来てくれたんですよ、うん、で、まあ、初日にそういう風に親父がね、うん、いろんな人に私グッピーさんのお父さんを名乗る者に話しかけられましたみたいな、はい、みたいなのがいっぱい来たんで、はい、ちょっと2日目の単独ライブのエンディングで、うんちょっといじるというか、親父は、うん。僕の父親を名乗るね、うん、不審な男が、うん、その、うん、私が軍兵の父ですと話しかけてくるかもしれないので、うん、皆さん気をつけてなんて。で、まあ、ドッと受けて、うん、で、遠くにいる親父がちょっと恥ずかしそうにしてる、うん。で、俺としてはまあちょっと鼻を明かしてたというか、やっぱね、散々厳しいあれもさせられて、ちょっと恥ずかしいだろ、ざまあ見ろと思って。うん、で、エンディング終わった後に、うん、そしたら、親父が、出口のところに立って、全員に向かって、私が軍兵の父ですって感じ。紹介に預かりました、軍兵の父です。紹介したわけじゃないんだよ。もうそれで、本当に、なんだろう、僕たちは出待ちとかないんですけど、うん、親父が代わりに出待ちを対応して、なんか美女二人とこうやって、親父がこうやって。やっぱ一枚上手だよな。まあ、たくましい。たくましいよな。で、その後、まあ僕、福岡で、うん、実家の近くで、
イベントやった時も親父が来てくれて。ああ、そうでしたね。うん、ね、その時は、親父が、客席から普通に立ち上がって、うわぁ客席から叫んでくるっていう。笑っていてもらったら、熊のぬいぐるみにすり替えられてる。できやつ。放送事故に帰る。いや、そう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 。まあ、これはでも先輩、ね、一緒にいたカナメストーンさんって芸人の先輩が、うん、ああ、軍兵のお父さん来てんのって言ったら、うん、親父が、で、立ち上がって、お父さん、息子さんと喋るんですかなんて言ったら、喋りませーんって喋るよ。で、ドッと受けた後に、親父が今、シルバー川柳をコツコツ作ってるんですけど、それをなんか、一つずつなんか、披露し始めて、グータッチ!10 年後ノータッチみたいな。まあ、これは親父の前見せてもらったから分かるんですけど、まあ、はい、親父がずーっと何年もシルバー川柳に送っては落とされてる、はい、自信作。グータッチ。10年後、ノータッチ。うん。まあ、ゴチョウでもないよ。なんか。急になんか、ナレーションが入ってる。10年後。まあ、その昔はグータッチしたけど、今は、妻、奥さんには触らないよっていう、うん、まあそういうちょっと、はい、スキンシップがなくなったよみたいなことをグータッチ10年後ノータッチってなったり、でも後々聞いたらおふくろがそれ言ってあったね、芸人を食ってるねおふくろおふくろで鼻高々なんだよそれと。まあ親父は親父そういう感じでね、まあ受け入れてくれたんですよ。うん、これはかなりまあ嬉しいというか、うん、で、まあまあ、で、その福岡のライブも終わった後に、親父が美女と撮ってて、グンピーの親父ですなって言って、あ、もうこれが親孝行だなと思って、もういいいいと思って、はいはい、あ、思いましたね。まあ、久々の実家の帰省で、まあ、僕はバキドですって、親父にカミングアウトして、で、弟にもね、はい、まあ、ちゃんとカミングアウトというか、まあ、弟はある程度知ってたけれども、はいはいはい、そうそう、で、まあ、俺の前回の動画では、うん、1ヶ月に1回風呂入ってくれたらラッキーっていう、はい、めちゃめちゃ不潔の王として、うん、で、身長150センチ台、体重150キロという、はい、巨漢歩くのが退屈で、そうだ、徒歩10分の駅の時に、徒歩2、3分のレンタカーで車借りてブーンと8分で行くっていう乱暴ぶり。クレジットカードで使ったら使い物になるっちゃね。そうだよ。お金とかも使いすぎちゃうタイプの、まあ、ボーイなんですけども、まあ、子供部屋ボーイですね。子供部屋おじさんが。で、まあ、4年引きこもってる。で、その、久々に会ったの。もうね、前は1ヶ月に1回風呂、お願いしたら風呂入ってくれたんですけど、うん、お願い、風呂入って、風呂入って、風呂入って。はい、うまい。うわぁあ、いなかった。とかだったけど、もう久々に帰ったら、はい、風呂やめてて。やめた？風呂やめてたね。そのバスタオルとかもなくて、はい、男の子のバスタオルが。はい、で、もう、僕は、ね、もう家帰ったら、あんた風呂入らんみたいなんで、よくお袋とか親父に言われたけど、うん、弟にそういう投げかけるシーンが一切なくて、うん、バスタオルもないし。はい、で、何日か滞在してるうちにお袋に、はい、弟ってもう、風呂やめた？って言ったら、うん、お袋がちょっと深刻そうな顔で、いやね、実は、ちょっと前ね、弟会社へ行っとるやないみたいな、うん。会社の人にやっぱ言われたんかね、臭いって言われたんか、うん、風呂入るって言われたみたいなんよ。うん、で、その時はね、ま、真面目に風呂入るってやね。回収したってこと。あ、また入ってる。え、また入ってる。うわ、雪が降るんじゃないかしら。みたいなお袋んですよ。そしたらその反動で、はい、完全に風呂をやめちゃった。なんで無理させたんやねでもそのまあ1ヶ月に1回風呂入んないという意味の時はまあ正直弟は臭かったんですよ、うん、部屋入ってももうみちみちに肉の匂いというか、うん、へーって臭いねみたいな感じでなったんだけど、もう風呂完全に入んないことによって、うん、だから匂いが変質してて、うん、まあ端的に言うと、臭くなくなってるんですよ、逆に。なんだろうね。匂いがね、その、おごそかな匂いに。何この匂い？あ、でも悪くないかもみたいな。おごそかな。わかるかな？香木みたいな匂い。多分香木ってこうなんだって。あ、なんかちょっといいかも。昨日、感じましてっていう。
ね、クジラの糞がさ、はい、実はその香りがいい高いね、うん、もんだったりするじゃないですか。そういう感じの龍涎香か。龍涎香みたいな香木みたいな感じの。そうだ、あ、風呂入んないと香木というか、はい、風呂入んないと木になるんだと人って。前これで昔ボールペンでこれ喋った時にボールペンに、うん、人が気になる話ってブラックジャックにありましたね。あ、そうか。怖い話。ブラックジャック案件かと思って。弟はね、基本的には、収録で働いてるんですよ。収録もともとね、前も話しましたよ、レンタカーでね、はい、福岡から誰か乗ったやつを取りに行く。うんうん、で、それを例えば福岡から鹿児島に誰か乗ったら、うん、鹿児島まで行って、鹿児島から福岡に戻すっていう、うん。で、その福岡から鹿児島に行くのは自腹っていう、その、まあ、とんでもないビジネスモデル。うん、で、まあ、収録でやってるんですよ。うん、で、このレンタカーの話も、まあ、久々に聞いて、もともと、もう、例えば時間が決まってるらしいんですよ。時間というか、その、例えば、福岡からどこどこまでみたいな。うん、は、2日間で、戻してくださいみたいな。おで、これが結構キツキツなんですって。まあ、ずっと車飛ばせば、うん、まあその時間に間に合うけど、うん、まあ飛ばす前提、高速飛ばす前提みたいな。あ、休まずにずっと。そう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 。で、僕の弟ってまあすごい穏やかな人間ではあるので、うん、飛ばしたくないんですって。ああ、危ないから、ね。そうそうそう。ほんとゆっくり運転したい、うん、その、まあ、クレヨンしんちゃんの風間くんみたいな、ずっと法定速度守って運転したいタイプだから、でもそれじゃ間に合わないんで、普通にその朝7時とかに出勤なんだけど、それじゃ間に合わないから、夜2時ぐらいに出勤して、今から行くわ。で、ゆっくりとろとろ帰ってくるっていう。会えないんで、基本的に弟とは。ああ、そっか、家にいないから。収録でそれだから。きついよなで、自腹でしょ鹿児島まで行くから。お金も溜まってないし。で、でもたまたまその日休みの日にぶち当たって。うん、で、お前、全然会えないけど、どう、うん、休みの日は何やってんだって言ったら、うん、ああ、俺の休みの日はね、うん、まあ、朝16時に起きるやろ朝16時、ご飯食べるやろどうしたら寝るっちゃね。うん、俺、休みの日は1時間しか起きんけん。本当かとかさておき。確かにめっちゃ寝てるんですよ。休みの日はもう収録の分も。で、遊びに行くとかもない。うん、ずーっと寝てて、うん。で、まあでも、元気そうでよかったよ、なんて話して。じゃあ弟が僕が、バキドウってことを知ったのかな、うん、なんでかわかんないけど、弟が急に。うん、っていうか、物くれちゃう。物くれよ。シンプルな物乞いに。なんか物くれ。物何かとか言ってる。なんか物くれちゃう。グティー。物くれちゃう。そう。弟はグッチのことグティーって言う、ね。グティー。物くれちゃう。弟が物乞いになってるのを見たりとかして。で、まあ僕の家は基本的に親父と弟が変なんですけど、うん、で、お袋はまあ基本的にかなり喋れるやつ。話のできるやつなんだけど、まあまあ、お袋もやっぱ変わってはいて、うん。で、それこそまあ僕のことグッチって呼ぶんだけど、うん、最近はもう、俺のことバキバキ童貞って呼ぶんだ。普通に。バキバキ童貞どうすんの街中で、あんたバキバキ童貞やないみたいな。大きな声で喋って振り向かしちゃうみたいな。をやられたことがあるっていう。自分の息子でしょ本当だよすごいよね嫌なはずだよね孫の顔見ないこと楽しんでる本当だ恐ろしいなそうだねでもお袋は俺本当にお世話になってる、うん、ね、やっぱ親父が厳しいのずっとかばってくれてね、うん、僕が留年しちゃった時とか大学ね、うん、正直それのバイトしなくて済んだのお袋が全部払ってくれたんですよね、うん、親父に黙ってくれたんで留年のこと、はいはいうん、でもこれはお返ししなきゃと思って、まあ、お袋今連れ回したんですよね、うん、正直その、うん、それこそまあ、なんでしょう、ホテルのね美味しいバイキングみたいな、うん、もういわゆるすごいバイキング、うん、なんだか皿持って食べ終わったらすぐ、うん、ウェイターさんがこう取りに皿取りに来て取りに来てなんかそのローストビーフをなんかね、はいフランスっぽいソースでこう食えるみたいなお袋がこんなもん来たことないよみたいな、うん、お袋喜んでくれてるなと思って、うん、でお袋がまあ喋った時に、うん、それでもあんたあれよねあんたバラ名前まで出よるかい
バナナ弁は。なんで。うん。まあ、なんで。バナナ弁よ。うんこだよ。え、なんで。え、バナナ弁。うんこだよ。この前、土岡に、土岡にラジオで喋ったと。その時、土岡は、工藤新一、探偵だ。ぐらいで。同じ興奮。バナナ弁。うんこだよ。あんたバナナ弁でん？ダメよ、バナナ弁出さなきゃ、うんちがプリッてこうね、バナナみたいになるんだよね。おふくろもやっぱうんちの話がなんか好きみたいで。その、もう本当に、すっごい高級のバイキング、ホテルバイキングの中で、うん、このサプリがバナナ弁出てるからね、うん、これもバナナ弁になるよ、みたいな話で。あー、高級ですね。みたいなのをずーっとやられて、まあ、おふくろもおふくろで変だなと思って。はい。で、おふくろの、でもね、ちょっとだけ嫌なとことしては、Q、うん、様がすごい好きなんですよね。うん、前も言ったかな、Q 様だけめっちゃ好きで、うん、テレビで、うん。だから、クイズがすごい好きなんですよ、うん。歴史のクイズとかを、はい、で。クイズを出してくるんですけど、うん、だから、それが結構、うん、なんだろう、態度がきついというか。おぉ、態度。あんた、西郷隆盛が飼っとった犬、知っとるよな。うん、いや、わかんない。うん、知らん、うんあんた、西郷隆盛が飼ってた犬の名前知らん？常識よ？ほんと知らん？知らん知らん。あ、知らん！ツンよ。知らなくていいだろ。西郷隆盛の犬の名前。一緒にどうなってる。ツンよ。みたいなことを、ずーっと四六時中、やられる。これ知らないよ。ツン知らなくていいよね。うん。そうだよ。知らないだろ、ツン。そう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 、みたいな。なんか、ずっとある。でも、おふくらほんとに、いい人で、うん、唯一話せる側そう、こういうのも許してもらった側ではあるので、うん、で、まあ、この家族の話をね、はい、その、まあ、正直僕に本を出しませんかって言われて、うん、少し前なんですけど、まあ、このグッピーさん実はグッピーさんの YouTube で家族の話を拝見してすごく面白いですと、これを、まあ、自伝というか家族について語ってもらえませんか、本に書いてもらえませんか、私はあの本も出したことがあります。結構もう有名な本も出した編集者です。うん、あのベストセラーのみたいな、うん。私はもう絶対それぐらい、グッピーさんの家族の話はベストセラーになります。みたいな、うん。私もう絶対編集者やらせてください。うん、私すっごい熱意も強くて、うん、もうタイトルも考えてきたんです。みたいな。おもうタイトル、はい、揃いも揃ってみんなダメというのはどうでしょう。僕の家族の話ですよ。揃ってみんなダメ。どうでしょう。はい、どうでしょう。っていうのがまあでもこの話はまあそれはちょっとね、うん、その話は進まなかったんですけども、うん、まあ面白い話だなと思っていろんな人に言ったらウケるから、うん、俺間違ってさおふくろでもこの話しちゃって、これで本書く楽しくてさ、本なんてすごいじゃない、うん、この家族の話、すごい、うん、揃いも揃ってみんなダメってタイトルなんだけど。うんなんか涙が出るね。あ、ごめん、間違えた、間違えた。お母様涙が。そうだ、当人だからね。うん、悪いことしましたよね。いや、でもおかげさまで本当にね、お袋が、だからもう、やっと僕がまあ、軍兵として活動していることを、大っぴらに言えるということで。うんそれこそカーボにもね、やっぱ、うん、言ってくれたし。カーボ。うちに住んでる、うん、まあ、足が不自由なんですけれども、うん、だからずっとこう、うん、はいずってくるおじちゃん、うん、うちにずっと住んでるおじちゃん、うん、なんだけども、ずっとそんな感じなんだけど、うん、精神、心が気高い人、うん。前も話しましたけども、うん、その、僕が親父に殴られて泣いてる時に、うん、ずいずいとカーボーちゃんが来て、うんヒロ君が泣いてましたよ謝ってくださいかっこいいいや、かっこいい声もブリブリザイマンそっくりだしかっこいいそうかっこいいで、親父もね、さすがにカーボーイちゃんに何かできないから、うん、うんってなるって唯一の、まあ、親父の天敵のようなうんで、カーボーイちゃんは今一旦施設に入ってるんですよね、うんうんうん、で、お袋がでも、まあ、その施設の、うんまあ、カーボーイちゃんにもう言えると、うん、グンピーは、ヒロキです。で、僕の本名はヒロキが、うん、実はドラマに出てるんけ、見てあげて、なんつって、うん、施設にテレビ、ね、そんな、あんまりないんだよ、なんつって、うん、じゃあちょっと聞いてみるわ、なんつって言ったら、うん、その、もう施設の人が、なんかあのドラマに、
そのカーボさんの、その、老いが出てるみたいな感じで、もう施設中が大騒ぎになって、みんなで見ようみたいな感じで、もうパブリックビューイングみたいな感じで、施設の中でみんなで見て、うわ、誰誰だってなったよっていうのも教えてもらったりとか、うわー、嬉しいなーと思って、次ね、帰ったら絶対カーボーイちゃん会いに行こうかなと思って、とか、ついこの間なんですけど、ツイッターですっごいびっくりしたんだけど、バキドーさんことグンピーさんが、私が小学生の時に三軒隣に住んでたあの人だったみたいな。おうおうおう。みたいな。が判明したのみたいな。で、ね、お母さんとの LINE で、バキドーの人やろみたいな。あ、そうそう。昔とイメージ違うねみたいな。あれ、ひろきくんよ。ええー、みたいな。関係一級のイメージだったけどねみたいな。みたいな。まあ、幼馴染みが僕を見つけてくれたというか。で、これも全然女の子なんですけど、僕本当に仲がいい女の子で。で、それも、まあ、僕のお袋がもう黙っててもしょうがないところで、その子の、幼馴染の子のお母さんのお父さんに、実は、バキドーっていうのやってて、話をして、あ、バキドーになってるんだってその子が知って。で、その幼馴染、多分、人生を語る動画では省きましたけど、本当の意味では初恋なんじゃないかっていう気もするというか、その本当に小1から小3、小4ぐらいまで、で、向こうが4歳下で本当に、もうずっとどこ行ってもついてくる子みたいな。プールついてってくれたりとか、あげたりとかね、家遊び来たりみたいな。子が、すごくお綺麗になって、連絡取れたっていう。かなりエロゲー的展開。バキドーにより。ラブコメ的でいいじゃん。ラブコメでいいのか。ラブコメ的展開とかね。そう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 。一応でもその子は、確かその子と一緒にプールに行くときに、その子の親父さんに車乗せてもらって、で、プール行くときに僕が車に乗っちゃって、めちゃめちゃ吐き散らかして、でも全員にスプリンクラーみたいなの入って、そっから会ってない、確かに。そう、その謝罪からね、しようと思いますけど、まあ、そういった波及もあるという、嬉しい。でも、幼馴染の間では僕、関係一級の秀才ってことになってて。なんでかわかんないけどね。はい。そうそう。関係一級、あれ持ってました？持ってない持ってない。全然持ってない。そうですね。一級って相当難しい。相当難しいよ。はい。でもちょっとデモとして広まっちゃったね。関係一級持ってて。しょうがない。で、俺ももうやぶさかじゃないから。あんまり、ね、取り立てて否定もせず。なんか多分、俺関係一級ぐらい、取れるかなみたいな。嘘つく子だったから。そんな気もするけど、原因は。まあいろいろね、そういうラブコメもありますから。すごいことですよ。どんどん家族。まあ本当嬉しい。まあ、一個自分の家の、を、まあ、浄化できた気がするんだ。バキドーってことを言えて。やっと。そっか、こう引っかかってる。そうね。やっぱ、売れてるとは思わないけど、売れるまでは家に帰らないっていうつもりだったね。まあ実家に帰れて、で、親父も怒らない。結局、ちゃんとした道には進んでない芸人語りの道じゃないけれども、なんならバキバキ童貞という最悪の人間の人種になったけれども、まあそれでも親父が鼻高々になってくれるってのは、俺としてはまあねじ伏せたんじゃないかと。僕はね、親父に本当に殴られてきたんで、いつか親父がね、その、まあ、病床で、うわってなった時に最後、で、やってやるんだって思ってたんですよ、小学生の時。そのぐらいの気持ちだった。が、まあ、ちょっとガツンと、経歴でやってやったぜっていう。墓もピンクだしさ。そういう、全部なんか消化できた一年ではありましたね。女家族の話して大丈夫かな。そう、今更ですよ。今更か。動画のタイトル、揃いも揃ってみんなダメになるんじゃないか。泣くからな、袋がな。気をつけてやってな。いや、本当に、あとは長い長い間、成長、ありがとうございました。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな童貞、フリーターの時回答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。